拳がけ山頂から南側から西側の長房拳がけは山梨県、埼玉県、長野県の3県の境にある標高2475メートルの山で奥秩父山海の主脈の中央に位置する拳だけとも呼ぶ。甲州、武州、新州の境にあるのでこの名になっているとされる説が有名だが山陽が拳のように見えるからという説もある。 宿間川、荒川、笛吹川の水源の地、頂上に三角点はない。また、三宝山の方が標高がわずかに高い。日本百名山の一つ。山頂からは百名山のうち四十三座を見ることができる。長野県川上村の毛木平から、長野県側の毛木平にトイレのある整備された登山者向けの無料駐車場がある。JR 小の川上駅から、 バスも出ている。ケギダイラから千曲がり川源流遊歩道を通って、拳ヶ岳までピストンするのが最短コースであり、早朝から登れば日帰りが可能。または、ケギダイラ千曲川源流遊歩道拳ヶ岳山鉱山、竹のぶ白岩山大山十文字峠五里観論、ケギダイラの周回コースもマイカート残脚に人気がある。ピストンよりも2時間ほど長くかかるが、 県客者なら日帰りも可能。この周回ルート上にある三宝山は埼玉県最高峰である。山梨県山梨市の西沢渓谷から山梨県側のルートは西沢渓谷入り口から徳ちゃん新道を通って登るルートが一般的である。長野県側から登るよりも東京からのアクセスは良いものの登りに5時間40分もかかり、日帰りは厳しい。 西沢渓谷入り口までは JR、中央本線沿山駅からバスが出ている。登山道中はほとんど樹林帯で、展望の良い場所は少ないが、尺投げが多く自生している。尺投げの見頃は5月末から6月。ありがとうございます。